セルジーニョデストは、オランダのアルメレ出身のアメリカ合衆国とオランダのサッカー選手、アメリカ合衆国代表、FC バルセロナ所属、ポジションは DF、アルメレシティ FC の下部組織でサッカーを始めた。2012年にアヤックスアムステルダムの下部組織に移籍。2018年10月15日にヨングアヤックスで出場し、選手となった。 このシーズンは17試合に出場し1得点にアシストを記録。また UEFA ユースリーグ2018から19でも7試合1得点、1アシストを記録した。この結果トップチームに昇格し2019年7月27日に行われたヨハンクライフスハールでトップチーム初出場。2から0で勝利しタイトルも獲得した。 8月10日にエールディビジ初出場を記録。この試合では59分に、ヌサイル・マズラウィに代わって投入された。2020年10月1日、FC バルセロナと2024、25年まで5年契約にサインし、契約破棄金は4億ユーロとなる。一石金は2100万ユーロに500万ユーロのバリエーションが加わる形となる。FC バルセロナ初のアメリカ人選手となった。 オランダ生まれ、オランダ育ちであり、ユース世代からオランダ代表を目指していたが、スリナム人の父親がアメリカ合衆国籍を持っているため、代表はアメリカ合衆国代表を選択。U-17 代表では 2017FIFAU-17 ワールドカップに、U-20 代表では 2019FIFAU-20 ワールドカップに出場した。 2019年9月7日に行われたメキシコ代表との親善試合でアメリカ合衆国代表初出場。父親はスリナム人で母親がオランダ人である。オランダ生まれ、オランダ育ちであり米国在住経験は一度もなく2014年に初めて親戚を訪ねるために渡米した時にアメリカサッカー協会が接触。当時はほとんど英語も話せなかった。 2014年当時はクリンスマン米国代表監督が世界中のユース世代のアメリカ国籍保有者を発掘するプロジェクトを進めていた。ありがとうございます。